緊張って1対1だとコミュ力高いよね。笑った。いや、なんかね、いろいろ勘違いされてるかもしれないんですけど、弁解して弁解して。そう、私が前ね、バレンタイン企画の時は、私のチャンネルの放送が中止になったりとかして、すっごく焦ってたから、ああいう感じだったんですよ。そう、だから結構、なんかね、そう、心ここにあらず状態のだったんで、序盤とか。めっちゃあたふたしてたもんね。そう、あたふたしてたんで、だからなんですよ、あれは。皆さんなんかね、コミュ障だのどうだのってなんか言ってらっしゃいますけど、ほんとほんとだよ、委員長コミュ力満々やよ。そうですよ、コミュ力満々ですよ。わかるでしょ、この会話聞いたら。クソザコメンタル、喉無理しないでって。クソザコメンタルに続きクソザコ期間っていうのも追加されますね。借りてきたムカデっていうやつ結構気に入ってるんですよね、割と。やばすぎやろ。あれ出てきたムカデいいですよね。そうそう。かえみ糖供給だって、ここ。かえみ糖あると思う？ありますよね。あるんか。だって、だってリンミ糖が正規ルートですとか言うからさ。いや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 、分岐分岐、全部スキルですよ。ルートがね、完全にタラシンのセリフに。ね、そうですよ。そんなんだからガチレスって言われるんだよ、ワロタ。確かに。それ、これはちょっと、そうでしたね。そういう発言でした。ねえねえ、ムカデローンとかやめて。ムカデローン。きつい、きつい。そのカップリング名はきつい。なんか、委員長とおるとき、絶対いない？あの、関西弁が出ちゃうの、なんでなんかな。いや、やっぱりね、安心してるんですよね、精神的に。つい素が出てしまうというか、そういうことですよね。うまくまとめやがったぞ。そういうことですか、出さん、諦めてください。わかりました。じゃあごめんなさい、はい、皆さん関西弁でいきます。え、いつ復活かな。復活したかな。いや、してます、してます。今よかったよかった、委員長謝って笑った。ええ、伊さんのご操作なのに。え、ねえねえ、その真似してほしい、昨日の。なんかね、何、うん、でしたっけ、なははは、みたいな感じですね。そうですね、正直に言うと、そんな感じでした。なははは、って笑う。なははは、みたいな感じです。そうそうそう。でもね、二次三次生のモノマネの中で一番ひどかったのはエルちゃんでしたね、私。やってみて。何でしたっけ。どっちが似てるかじゃあ やろう。わかりました。先行はどっち、ね、じゃあ楓さんでお願いします。エルフの国からやってきたエルだおー。悪意 100% じゃないですか、楓さん。エルだおーじゃないんですよ。すごい、なんか、あ、じゃあ、ね、エルフ知ってるよ。エルフの森を燃やしたのはお前ら人間なんだよね。エル知ってるよっていうのをやってました、昨日。っていうセリフを言ってましたね。すげえ笑った。それエルちゃん知ってんのかな。知らない可能性が高いですね。アーカイブ上げた、まだ。あ、アーカイブ、もう上がってます、上がってます。エルちゃんに連絡しとこう。でも私なんかバレてると思ってたんですけどね。エルちゃん、見てるんかな。え、知ってる、知ってるの。あ、エル知ってたの。エル知ってたの。エル知ってるよって。え、リプで送ってたの。あ、録画したやつがリプ、エルちゃんにリプした。あ、チクられてたんです、私。なるほどね。了解しました。敵ばっかやん。ミトちゃんの周り。敵じゃないですよ。皆さん私の味方ですから。それちょっと今見よう。エルエルのツイッターを見なよ。エルちゃん、エルちゃん知ってる、リツイートしてた。マジか。あ、さっき話してたんか、ミラティブで。あ、本当に。あ、そうなんですか。ちょっと今見よう。エル知らないよ。消防車呼んでくれ。エル知らないよって言ってた。エルちゃん、知らんことも知ってるよって言うから、あれは罪。そうですよ、罪ですよ、罪だよ。そう、二人
人で悪意 200% じゃないです。私は善意です。私だって善意ですよ。本当に私だって善意ですよ。そうですよ、エルちゃんの心の声を代弁している。これ以上言ったらいらない。なんかね、この後不仲になったんだよね。ごめん。あ、笑った。不仲って言われるのが一番嫌。そうですよ、うん、不仲じゃないですからね。仲良し。そうそうそう、善意で森を焼くな。そうですね。今日もあれ洗濯機の前の、うん、あ、そうですよ。移動しました、移動しました、洗濯機に。やばすぎ、うん、なんか洗濯機の前で配信するからさ、はいはい、なんかカビとかで喉がやられてんのかなって私は思ってた。いや、どうなんですかね、カビとかないですからね、結構清潔なんで。んー、そうそう、あ、そうだ、あのバレンタインの時私の音質後で聞いたらかなり悪かったですけど、うん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 、今回はどうなんですかね。そうでもないんですか。どうですか皆さん、うん、皆さんどうですか、私の音質は。私が聞いてる分にはいいけど。ああ、洗濯機の中で寝てるからでしょってなんだ。全く寝てないですから。クソ雑魚すぎる。美味しい、あ、いいんだ。前何だったんだろう。いい感じなんですね、結構。あ、なんだ、じゃあマイク買わなくても大丈夫かな。大丈夫疑惑ありますよ、マイク買わなくても。で、ロンよりはかなり悪い。まあ、スカイプ通してるからね。あ、まあそうですね、そこはね。悪い、洗濯機っぽい。まあまあ。印象清潔ってマジ。え、マジって何なんですか。どこ、何を疑ってるんですか。マジですよ。マジだよ。まあまあ、はい。マジのマジですよ。マジマジだよね。あ、マイクは変えって言われてます。なんでスルーすんの。なんて返せばいいんですか、マジマンジに。マジマンジでね、マンジの2乗とかで返してほしい。マンジの2乗返すのがデフォルトなんですね。そうそうそう。そうなんだ。あさって国公立の試験らしくって、うん、リスナーの方がですか。そう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 。で、誰が一番頭いいのみたいな話とかしてた。え、私ですよね。でも英語できひんねやろ。いや、多少はできますけど。じゃあ英語のなんか勝負しようや。わかりました。じゃあ、自己紹介でいきましょう、英文法の。くそー、負けそうだな。先行、後攻。先行。わかりました。どうぞ。ハロー。My name is Kaede Higuchi. I play the trumpet. あ？Before elementary school second. え？何？ I like 牛タン、つぶ貝、and mango. Thank you. Nice to meet you. 終わり。なるほど。ああ、負けた。じゃあ行きますよ。どうぞ。Hello everyone. My name is Mito Tsukino.I from Tokyo. I play the trumpet. なんでどっちもトランペット弾けるんですか。やってたんやろ、でも。やってましたけど。I like painting, drawing, illustration. I am funny.ハッピー。 You are love. あ、違う。 I love. 違う。 I love. Thank you. Thank you. どうですか皆さん、皆さんですよ、採点は。 B 同士抜けてんぞ、クソ雑魚英語やし。 B 同士抜けてんぞ。どうですか皆さん。あ、うまい、感動したやって、ありがとうございます。あ、本当ですか。私もちょっとね、やっぱりね、お互いいい勝負をしたっていう風に自負してます、うん、同級生だし、これぐらいの英語力だよね。そうですよ、うん、引き分け。引き分けですか。いやいや、それはないでしょ。さすがにデロンさんと同レベルにしないでくださいよ、皆さん。ファニーって頭おかしいやろと笑った。ファニーって頭おかしいやろなんですか。ファニー、
ファニーっておかしいって意味やろ。え、ファニーは楽しいんじゃないんですか。え、そうなの。あ、そうなの。おかしいの。え、なんか面白おかしいみたいな感じじゃないの。へえ、あ、そうなんだ。あ、デローンの勝ち。引き分け引き分け。クソ雑魚文法。クソ雑魚文法。クソとか言っちゃダメ。言葉遣いが悪いですよ、クソとか言うのは。よくないです。そうはよくないよ。